皆さんこんにちは、シカコとコブリカです。宇宙に行きたいわけじゃない、相談なら行こう。ちょっとふやふやでしたけれども、シカコ宇宙始まりまーす。はい、ということで今回もゲーム実況していきたいと思います。今回やる作品はこちら、冷蔵庫のプリン食べられたー。さあ、はい、ということで私はね、やったことないし、つぶさんはやったことある？あ、ないんだ。なんかやってる方がいるっぽいっていうのはね、その世の中にいっぱい大体のゲームがそうだと思いますけれども、やってる方、実況とかでやってる方がどうやら多いっぽいっていうのは知ってたんですが、まあ、ちょっとサクッとできるゲームなのではないかということなので、今回ちょっと挑戦してみたいと思いますよ。ちょっと楽しみ。うん、やったことないやつはやっぱね、どういう方向性なのかもわかんないから、想像しながらやるの込みで楽しみです。で、じゃあスタート。動かせるのね。ねえ、プリンって言ってるぐらいだから下の部分。おお、ナイスナイス。私、そういうことね。上開けてたら冷凍系だったんじゃないでしょうか。あー、なんかでも絵が可愛いですね。こういうタイプの T シャツ着たいなーって思います。翌日、さあ翌日、あ、女子が、あ、ごめん、あ、ごめん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 、そなたのやつだと思わなかった。あー、冷蔵庫でかいのか子供が小さいのか、あと本当に冷蔵庫なのかこれはね。セレクトしてやっていきたいと思います。なるほどね、少女はそこそこあれですね。こんなが入れってことでしょ。はいはい、あ、え、なになに、入んないの。うん、でしょ、逃げてんだもんね。うん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 、今の青鬼だったら、やばかったかもね。ギリ見られてたら入ってきちゃうから。なるほど、わかりました。次、簡単かもしれない。この感じでいくと追いかけられてるんで、ここはちょっと無理じゃない。うん、無理だよね。気づかないとしてお姉ちゃんも怖いって。え、怖い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 って。え、見てるようで見てないってこと。そのお姉ちゃんはもう、はあ、怖っ。カーテンのところから足だけ出てるなんて絶対ありえないもんみたいな。この、あー、この裏かも。あ、全部出そう。うん、よし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 、これはバレてくれ。バレた、何だったらいけたんだこれ。リトライ。知りたかったなー、水からで。ちょっと謎解きゲームみたいなヒントマークをします。なんてめんどくさいことさせられるんだ。こっち、じゃあ、敵将なんなん、どう、本が山積みだの。え、ただじいさんと遊んだだけなんですけど。オッケー、味方で入る。で、君が入、あ、あ、中中成功した。本棚に入れるんじゃなくて本の中に入れるんだ。あー、これに気づかないお姉ちゃん怖い。弟弟、今のこの下に入れたい。この下のとこにね、いいし、いいよいいよいいよ、思ったより入らなかった、いいよ。うん、バレた、わかりました。ちょっと隣の部屋を見てみましょう。あー、なるほど、カーテンでもスケスケカーテンは多分入れないと思う。スケスケカーテンはさすがにバレるんじゃないかな。ってなると裏側なんですよね、その。また同じ失敗してしまった。多分じゃあもうスケスケカーテンでいいんだ。お姉さんもちょっとカーテンにあんまり、そのあんまり、そのカーテンに対して、そのバレたわ。これ何気に難しいし、その納得いかない。ここ、よしよし、これ上手くなっても意味ないの。ソファーで新聞を読めばどうかの。この中に何か入ってんだ、さては。はあ、ミンテーね。なん
これ納得いかないっすね、自分これ納得いかないっす、納得いかないっす。お姉ちゃんが怖いです、あとこれの人じゃない？あー、そういうことか、バレるわ。左で良かったですね、最初から。はい、ブルーシートで。ねえ、手は？手は見えてるけど気にならない？お姉ちゃんね、わかんないよ、このお姉ちゃんの。ね、でこっちには電気がある。で、こっちなんか入ってんのかな、この中。入ってないね。ってことは電気を消した方がいいかも。うん、で、これでいいんじゃない？で、うん、ほら、うん、ね、お姉ちゃん気づいてない。暗いもんね。暗いのによくここの部屋には入ってこれたね。おめでとう。やはり、あ、なるほど、電気つけるとこまでがゴールなんだ。じいさんがいる。さっき、なるほど、じいさんに目を向けがちだが、多分じいさんの方に目を向けるよりここに入った方が良さそう。アイテムゲット。あー、なるほど、アイテムゲット。アイテムを使わないっていう手がないんだ。なるほどね。で、え、何？え、ってことはじいさんにこれ着せた方がいいのかな。え、うそでしょ。怖いよこの家族。ほんで、うん、こっちの部屋も行こう。ああ、何もない。この部屋には何もない。窓開けて出るのかな？え？だろうね。なるほど。ちょっとわかったかも。窓開ける。窓開けてこっち行ったら何か起こるんじゃない？何も起こんないな。絶対に何も起こんない？どうすることもできない？あ！火が照ってる！消えちゃった。もう一回こっち行って戻る、引いてってる、ここに行く。怖い。こんなにずっと納得いかないことある？ねえ、椅子がある。横地、一応開けとこうね。うん、でアイテムゲットする。で、なるほどね、ゲットする。で、多分あれだ、数えてる人に見せた方がいいってことだね、多分ね。ここ、違うの？じゃあ、じいさんをここに座らせて、あっ、敵将。これを受け取って、で、これどうしたらいい？広っ、あっ、もうこうじゃん。これ、こうじゃん。それはずるくない？その、やはり5つ子が急に来たん？10ルーム目だ。10ルーム目で終わるわ、私。いつで終わるんだ？あ、でもこれなんか普通に飛んでも良さそう。飛んじゃおうか。わかった！めちゃくちゃ飛ばするしかないじゃない？はい、はい、いけるいける！いけるいける！いけるいける！もうちょっとで飛び！ホラーだこれ。ホラー家だった。え、もうアイテムゲット。よし。で、まあ多分虫を母さんのところに持ってくのかな。そうなんじゃない？ほら。で、なんでもええねん。ええか、作った人間がこれが答えだと言ったらそれが答えなんですよ。それは私たちもそうですもんね。クリエイティブな人間からしたら、作った人間がそうだと言えばそうなんですよ。なんだっけ、右頬を差し出したら次左頬も差し出そうぜって言ったりするもんね。ここに入ろう。はい。どう？あ、
キーさんだ。ここに来いって、あ、すごい、もうキーさんになれるなら、怖くない顔。え、アンパンマンでもこんな雑に元の顔捨てないよ。なるほどね。普通に考えたらこの中には入りたいんですけど。頼む。ダメか。でもそういうわけにもいかないっぽいから。これな投げて。先が思いやられるな。ゲットした。ここの上？あ！まあこの少年も怖いけど、やっぱこの家の作りそのものも怖い。お姉ちゃんも怖い。この中に入るのが普通。もう普通ってなんだ？あー、なるほど。ブラインドを開けることは可能。ここ飛んだら多分ただ飛んじゃうから、この中に入りたい。そう、この中に入りなさい。うん、正解だ。いっぱい考えた結果シンプルだった。うん、開けよう。なるほど、風船が出てきた。なるほどね。ねえ、まあこれするんだろうね。あー、ほんとだ、すごい。うえー、した。終わったわ。教えてよ、限度があるって。まだなんだ。はい、これでいい。よし、もうなんかよしじゃないけどよしになっちゃうね、不思議と。ここまで来たら普通に考えたら全然よしじゃないけどもよしになっちゃった。うん、でおじいちゃん起こすんじゃない。おじいちゃん、気づくんだ。これはおじいちゃんを多分ね出さなきゃいけないと思うのよね。まあとりあえずでもまずは開けとこうかな。わあ、そんなん許す？キリンだ。開けよう。あ、なるほどね。人参をゲット。何もない、ここに置く。あ、でどうしたらいい。あ、戻っちゃった。いや無理でしょ。え、意地悪じゃない、人参持ってきたのに。置かないでいいのかな、直渡しだったのかな。こっちに来た時にどうにかするべきだったんだ。なるほどね。普通に考えたらそうだよね。普通ってなんだっけ。うんうん、あー、なるほど、ここは穴が開きそうですね。よし、開けるか。まあまあでしょ、どうせこのバットで穴開けたら絶対に。いいよ、開けたる。逆にすごない？もうママが出てくること想定してたもん今。だから全然大丈夫。普通に考えたらここだ。これは完全にやられてます。そのバット見たらあの日々どうにかしたくなるよねみたいな人間の心理をついている。普通に考えたらあの中に入ればいいだけなのにさ。入っちゃおうか。ママ怖い。え、怖い、はい、ありました。ピエロのやつでしょ。え、怖い。うわ、急にゲーム性求められてるわ。わかりました。いけた。変な家。まず何も考えずこの中開ける。ピーナッツゲット、あげる。鳥呼ぶ。ね、ここにも巻く、ここにも巻く。やったー、一発合格だ。
まで行きます？じゃあ21からか。 OK、 これはもうね、マジ謎解きと同じ気持ちでやりますね。あ、私ちょっと分かっちゃったかも。ドラえもんの世界に行くんじゃないのこれ思って。あ、え、ちょっと待って、分かった。で、これは当てるんだ。サザエさん、サザエさんだ。使えない今の歌。これみかんだったらダメだったのかな。どっちでもよかったのかな。よし、タオルね。いいよ、純白タオルゲット。なるほど、なるほどね。彼の知らんな。え、しかも違うんだ。わかった。投げてる、投げてて降りる前に入り込むってことかも。うん、はい、できました。いいんですね、お姉さん。これはいいんですね、この状態が。うん、うん、なるほど、許せるんだ。いいでしょ。はい。なんか上に謎のこの部分、何このなんか輝いてる感じの。そんな想像できんって。宇宙人連れ去られエンドなんて誰が想像できんの、このゲーム内で。あー、なんかすごい怖いことさせようとしてる、これ多分。はあ、怖い。そしてここに入るんだ。かわいそうな。ここで何を学んでんのこの子供たち。おー、すごい、なんかバスケットボールできそう。うん、なるほど、バスケットボールできそうな人に渡すしかないね、これ。はい、じゃあ渡してみよう。うん、はい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 。うわ、違うんだね。うん、なるほど。あ、じゃあこの審判に渡すのかな。 OK、 はい。で、わかりました。終わらないよ、このゲーム。この長時間するゲームじゃないでしょ。にゃーい。喜んでしまった、不覚にも。左、左下、下、左、左下がない。上、左下、左。今のがそうです。なるほど、あの看板に飛び乗るんではない。あの看板に書いてあるボタンを押して竜巻を呼び込んで、その中に自分が入るんだ。どうですか、どんな気持ちですか今。何かしなきゃいけないんだこの人に。足だね。この中に入れってことかも。バレたか。あと入れる方も入れられる方もどんな気持ち。どうしたらいいんだろうな、難しいよな。教えてください。すっきりする、この答えは。これはさ、もう絶対に許せないよね。何それ、何よ。変わらんて、さっきと、さっきと変わんないよ。あと、もうど、え、もう怖い、絵が、絵面が怖い。うん、この水色の中に入りたいけど、多分細いから入んないと思う。でも丸見えになっちゃうんじゃないかな。あー、トラップだ。ママ、うー、ママってことは、ママが最初からいるから、ママのとこ開けてもよくないってことだね、多分。ヒント見ます。よし、おじいちゃんは優しい、ずっとありがとうね、おじいちゃん。
画面右のメニューエリアがやけに広いの。それはずるいって。そこを使うのはさ、広いね、確かに。こりゃずるだね。かわいいけどさ、釣りをして魚を炙るしかないね。オッケー、こっちね、うん、釣りをし、まずスルーで、はい、これ、うん、オッケー、よし、まだよし、よし、サンマオッケー、で、火つけて、で、サンマ乗せて、オッケー、余裕した余裕したね。で、これ多分あの大変なことになってね、長靴で諦めてたら大変なことになってました。やっぱね、釣り興味あるんで釣り興味あるんでどうにかなっちゃいましたね。なるほど、財布拾うのはちょっとリスクがあるな。うんうんうん、これね、ゲットして、オッケー、で、これ水の中落としてみようかな。うんうん、落としちゃおうね。はいはいはい、で、あ、怒られちゃった。じゃあ違うね、ごめんなさい。ってことはこれをゲットして、まあ切るんかな、これでもね、多分。はいはいはい、あ、竹をゲットする。で、うん、この中で息するんだね、多分ね。うん、財布取ったら多分ママーってなったんだ、多分。それかまた持ち主が怒ってくる方ね。やり、次で終わりだよ。はあ、はあ、はあ、うん、いいだね。絶対納得いかないって思ってる私。でもやるしかない。井戸に近づくしかないんだ、多分ね。この辺り触っても意味ないから井戸に近づこう。お姉ちゃんしつこいね。あ、え、お姉ちゃんしつこいじゃん、めっちゃ。え、私次お姉ちゃんの目線になってるねえ、怖い。見つけるんじゃん、お姉ちゃん。ここだよ、ほら。急にお姉ちゃん目線エンド。え、怖い。ルームゼル、ハテナハテナが一番怖い。これで、こっちにも行けるね。お姉ちゃんは逃げ出す。あ、どうする？これを手に入れる。で、なん、手に入れられるものは全部手に入れようってことだ。はいはいはい。マッチ。いいよ。うわぁ、なに？なんかある、じいちゃんも。じいちゃんって。起こす。あ、いい。急になんかハートフル。弟を探せってなって。はいはいはい。で、ここら辺も開ける。何？あ、た、猫。たまって言いそうになっちゃいました。この中には何にもない。で？あー！ってことじゃあお母さんも連れてくんか？で、ママってなんない？あ、ついてきてくれんの？あと、お母さんなんでそんな中入っとったん？大丈夫ですか？あー、で、ここでマジシャンも連れていく。マジシャンの人ちょっといいですかって。あ、いいですよって。ごめんなさい、なんかちょっとフィナーレなんでって。え、うんうん、じゃあ戻りましょうって。来た道ね、みんなで。よし、まだ行きますよ、みんな。大状態だったらどうにかなります。いやー、どうなるのこれ。急に物語性がさ生まれて、これじゃあ失敗とかないのかもね、もしかしたら。もしかしたらね。あと、あのマジシャン役の人もしかしたらご家族の可能性もあるのかな。まあじゃあとりあえず、でも火つけときます。そんなことできるんですか。あ、つけれないんだね。オッケーオッケー、つけないです。騙されました。なるほど。
じゃあここに多分これを落とすこともできないのかな。できないですね。オッケー。じゃあ本当にあれだ、井戸の近くでどうにかするしかないやつだ。これを落とすんだ。で、明かりをつけるんだ、ろうそくのところに。なんで他の家族来たの？今ずっと目線が弟目線とお姉ちゃん目線ずっと繰り返してる。で、ここ明るくする。この箱、あーなるほど。で、戻る。で、これも落としてあげるんだ多分。はいはいはい。うー、危ないよお姉ちゃん。投げ方危ないよ。で、これ拾う。オッケー。で、こっちで多分これを潰すのかな。んーなわ。なるほど。上がったもののなんか無理無理無理。こうか。オッケー。あ、すごい、下から投げれるタイプだった。で、あーなるほど、どんぶらこだ。はい、みんな、ん、猫ちゃんかわいそう。一番後ろが一番でかい人がいいってイカゲームでも言ってたよなのに一番ちっちゃい猫ちゃんが一番後ろ。あー仲直り。飛び出てきた。イエーイじゃなくてわーだ。イエーイとわーでキャーだ。脱出成功。コングラチュレーション。プレイ時間どれぐらいです？50分プレイしました。はい、ということで、冷蔵庫のプリン食べられた。プレイ終わりました。50分。いやー、なんかね、やってる時はごめんなさいね、私もちょっと多少イライラするようなシーンもありましたけど、いや、なんか最後はハートフルな終わり方だったんで、個人的にはとても良かったなと思います。いや、でもこれ家でやってたらね、本当家で飲みながらやってたら突っ込みながらで楽しいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なのでよかったら皆さん、まだやったことない方はお家でプレイしてみてください。そして最後になりましたが、今日着ている T シャツはタイコラボさんのね、から出してるオリジナルの T シャツ、ノータイコノーライフということでね、そんなちょっと番組の企画で太鼓ラボさんっていうところでね、太鼓を体験させてもらったんですけれども、楽しかったので、思い出に太鼓 T シャツ買いました。よかったらこちらもチェックしてみてください。全然関係ないゲームと。はい、ということで、今回の動画楽しかった、面白かった、もっと頑張ってねっていう方は、よかったらいいねボタンを押してもらって、初めましての方はよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、四角は宇宙、今回はここまで。またよろしくね。変な終わり方しそうになっちゃった次もよろしくね。バイバーイ、クビリカでした。チャンネル登録よろしくお願いします。